はい、皆さんこんばんは。それでは今回もですね、フォールガイズのデュオショーの方ね、遊んでいこうと思います。今回も、ノラでね参加しております。で、最初のステージはね、フルティルトですね。頑張っていきましょう。この前ね、間違えてちょっと動画を消してしまったので証拠がなくなってしまったのですが、転んじゃった。フルティルトでね、ちょっと面白い現象が撮れたんですよね。だ、今回も同じ現象が起こってくれればすごいね、ありがたいんですけれども、よいしょ。最後の方のね、これ届くかな、よいしょ。 OKOK。 最後の方のね、このシーソーでなんかね、めちゃくちゃ乱回転って言えばいいの、変なね、回転をしていたシーソーがあったんですよね。この右側の、ここなんですけどね、ずーっとくる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 回り続けてたんですよね。今回は普通だなぁ。そんな現象ね、まあ見たこととかね、ある方いらっしゃったら、ちょっとね、コメントとかいただけるとありがたいんですけどね。よし、そんなことでゴールしました。はい、無事にね、クリアできましたね。で、今回のメンツはこんな感じですね。味方は金ドラゴンさんですね。頑張っていこう。で、次のステージはスピードスライダーですね。よっしゃ、またショートカット狙っていくぜ。まあ、このね、スピードスライダー、いつもショートカットをね、狙うんですけど、なんかね、5回に1回ぐらいしか、こうね、うまく成功しないんですよね。狙い通りっていうかね、っていうか味方めっちゃ早い。待て待てー。よいしょ。待ってー、ちょっと待ってー。よいしょ。あ、いい感じ。よいしょー。あー、邪魔されたというか邪魔したというか。よいしょ。ただね、デブチョコボの方がやっぱりね、ウィートが強いのか、普通にね、押し負けてしまいましたね。そう、ここで、こう行きたい。あー、届かない。やってしまったー。はい、味方はね、1位取れてますね。ここで、あ、もう一回やっちゃったな。ここでうまくね、多分、この、スピードアップに乗っていくといいんだと思うんですよね。はい、OK でーす。ゴール。はーい。今回はね、本当に味方が非常に頼りになります。で、次のステージは、リングスピナーですね。よっしゃー、2人で生き残るぜー。で、今回は、そこまで難しいパターンではなさそうですね。よし、どんどん生き残っていこう。痛い。いきなりね、ぶつかってますけどね。よいしょ、よいしょ。そういえばね、あ、またホールガイズと全然関係ないんですけれども、よいしょ。最近、カップヌードルでね、カップヌードルからって言えばいいのかな、日清から、ゲーミングカップヌードルっていうのが発売されておりまして、私もね、最近になるまで知らなかったんですけれども、よいしょ。知らなかったんですけれども、妻のね、お母さんから、LINE でね、その写真が送られてきて、こんなの売ってるよってね、連絡が来まして、何それ美味しそう、美味しそうっていうかね、食べてみたいっていうことでね、で、今日ね、実はそれを買ってきたんですよ。なので、またどっか、危ない!どっかのタイミングでね、それを食べてみたいなと思うんですけどね、まあそのゲーミングって名が付く通り、エナジードリンクみたいなね、成分が入っておりまして、要はね、アルギニンだとか、あとはね、ニンニクとか入ってたり、なんだろう。あと、カップヌードルなんですけど、なんか焼きそばたいで、その、汁なしなんですよね。なので、まあ、ゲームやりながら食べても、
汁がね飛ばないっていうことでね、非常にゲームと相性のいい、カップヌードルみたいなんですよね。またね、あ、いた、食べたらちょっとねツイッターとかに、あ、ツイッター、旧ツイッター X とかにね、あげようと思いますので、よければね写真とか見ていただければ嬉しいです。ということで、そろそろ時間かな。てか2人ともね普通に生き残ってるから、もうね普通に1位ですね。これはもう落ちてもいいんじゃないかね、そんな気がするな。よいしょ、いた、おっと、あー風で飛ばされちゃったか。まあ OK です。はい、最後までね味方が生き残ってくれたおかげで無事にね、クリアできましたね。お次のステージは、ジェリービーンズヒルゾーンだ。これはね、ちょっと運に左右されるところがあるのですが、頑張っていきたいと思います。で、最初のスタート地点がね、この真ん中の丘の上だとすごいありがたいんですけど、今回はね、二人とも、丘の下からですね、これはね、こっち側登っていった方が多分いいですね。この黒チョコボに負けないように、やばい、あ、失敗した。これ登りたい、やった、登れたけど、待って、味方も来たけど負けない。よいしょ、おらー、あ、ここ取れない、よし取れた、やったぜ、オッケーオッケー、デブチョコボには負けないぞー。あ、1個取れた、よし、あと14個。これ登っていけばいけるんじゃない？やばい、やばい、やばい、やばい。オッケー、オッケー。あ、もう一個取りたかったけど。あ、でもあと、オッケー、ナイスー。やったぜー。はい。なんとかね、上の方に登りまくったおかげで、勝つことができましたね。で、次におそらくファイナルラウンドですね。頑張っていこう。で、ファイナルラウンドは、クラーケンスラムだ。よっしゃー、優勝を目指して頑張るぞー。クラーケンスラムね、まあ、毎回言ってるんですけれども、最後の耐久がね、全然できないので、もうね、どんどん触手を出していってね、よいしょ、短期決戦に持ち込みたいんですよね。この人ね、多分私が今掴もうとする前から掴んできてくれてましたよね。これ、いけるんじゃない？よいしょ。やばいやばい。大丈夫かな？ OK。ちょっと待ってね。ここで一回、こいつをかわして、よいしょ。そしたら、向こう行こう。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。で、ここら辺もね、触手出しちゃいましょう。あ、飛びすぎた。危ねえ。やった、ラッキー。今のはラッキーだな。失敗しちゃったんですけど、普通に掴みに来た方も、間違えてね、飛び込んでしまいましたね。ラッキーラッキー。うまく避けれたな、今のはね。よし、で、味方もまだ生き残ってるから、あ、やば、やば、失敗した。危ねえ。ミスったぜ。味方と、ここで飛んでれば、てか味方うまいな。あんなに狙われてるのに落ちないんだ。よいしょ、よいしょ。どうだ？やったー、勝ったー、イエーイ。はい、味方、金のドラゴンさんだと思っていたら、まあ、上のスキンはね、金ドラゴンで、下がね、大理石の、スキンをつけていましたね。めちゃくちゃ強い人だったなー。ということでね、今回は、無事に最後もね、相手をやっつけることが、落とすことができてね、優勝することができました。皆さん、お疲れ様でした。さようなら。